君のラジオ放課後ペンギン放送局。こんにちは、君のベルの公式番組君のラジオ放課後ペンギン放送局、パーソナリティの渡田美咲です。こんにちは、同じくパーソナリティの藤沢翔です。はい、この番組はポプラ社の君とつながるエンタメノベル文庫君ノベルとラジオ局文化放送がコラボして、架空の街君の街にあるペンギン放送局から耳を通じてつながっていく君ノベルの公式番組です。はい、2023年も2週目に入りましたが、僕とものみんなはもうお正月ムードは抜けたかな、どうかな、どうかな。お正月ってね、美味しいものをたくさん食べたりとか、久しぶりに会う親戚の人たちとお話ししたり遊んだりと、いつもとは違う特別感があるもんね。そうなんだよね、今年もどうだったかな、みんな、ね、何して遊んだのかな。ワク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 。でも1月11日って、もう学校始まってるのかな。あー、地域によっては地域によっては、まっちゃんとかもなんか始まってた記憶なんだけど。あ、そうなんだ。うん、みんな僕はちょっと遅かったけどな。あ、そうだよね、岩手県の方だから寒いから、雪国だから雪国冬が長いんだよね。あ、そう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 、ね、ちょっとだけね、うん、みんなには明けましておめでとうございますって言ったりしたのかな。あー、どうなんだろうね。私冬休み明けて、友達と会う時はみんなでいろんな旅行とか行ったりとか、あのおばあちゃん家に行って帰ってきたみんなとお土産交換会っていうか、学校にみんながお土産を持ち寄って、学校にね、そう、なんかみんな持ってきてねとか誰も言ってないけど、なんか知らないけどみんな買ってきて、でも一クラスしかなくって、あ、そっかそっかそう、20人前後、少ないクラスだと10人前後とかだったから買えたのかなって思うんだけど。え、いいね。毎年毎年交換したりして。いいな。そう、北海道のね、夕張メロンゼリーを買ってきてくれる友達がいてすごいよく覚えてるね。それがすごい楽しみだった、いつも美味しかったんだめっちゃ美味しいの。いいな。翔くんはそういうのはなかったのかな。そう、なんかプレゼントとかはなくて、いやね、僕の町はもう雪がいっぱいでさ、そう、もう1月、12月とかにギリギリ降ってなくて も、もう冬休みの間に1日でドカッと降るのね。あ、すごい。そうだから本当にいきなり歩けなくなるくらい積もるから、雪かきがね、うわ、そう大変で、そう、家の周りもそうだし。でも憧れる。本当？やったことないもん。あ、ないんだ、うん、いやもうね、毎年で、あの小学校の時も、あの学校の校庭とか、あの入り口がもう雪積もってるから、先生の車とかも入れないわけ。そう、だからいつからか、なんか先生たちのお手伝いで、僕とか、まあ、仲いい友達とかは、学校が開く前に学校に行って、用務員さんと雪かき道具で雪やって、みんなで力を合わせて、なんかあのシャベルじゃない、あの金属のやつとかで、あの氷ガンガンやったり、あ、そう、なんかつるはしっていうんですかね。そう、つるはしってなんだっけ。なんかあのとんがったさ、棒みたいなやつ。そう、なんかあのこの畑仕事するみたいなカンカンやるあんじゃん。あ、そうそうそう、それでなんか硬い氷を割ったりとか、すごっ。そうそう、本格的だ。なんだね、それで褒められるのが嬉しかったんだよね。あれ、可愛いじゃん。だからみんななんか寒いし、手ももちろん冷たくなるんだけど、やってたね。うわー、なんていい子なの。いや、素直ないい子。そっかそっか。 そう、そんな感じかな、冬休み。冬休みね、どうだろう、書き初めの話とかもね、ちょっとなんか思い出したりとかしたんだけど。そうね、君ノベルのね、あのスタッフさんのポプトモの一人にね、書き初めを冬休みのうちに100枚書くっていうね言ってたね。ポプトモがね、いるので、ちょっとここでお知らせしておきますねすごいよね。熊はすごいよ。みんなも書いた子もね、いっぱいいると思うんだけどさ、1日1枚じゃ終わらないからね。終わらないですごいね、うん、いや、みんなもね、どうやって過ごしたのか、お便りくださいな、くださいな、あ、そしてですね、今日はね、学校やみんなのお家で会った周りの人たちのことをこの後のコーナーでもたくさん紹介できればと思っています。楽しみです、ということで今日も君のラジオ最後までよろしくお願いします。お願いします。君のラジオ放課後ペンギン放送局、続いてはこちらのコーナー、うちの〇〇。
はい、こちらは我らがノベペンが考えてくれたコーナーですね。うちの〇〇はみんなの周りにどんな人がいるのかを教えてもらいます、家族や親戚、ご近所さん、先生、気になるあの人とか、うちの〇〇に当てはめてね。楽しみですね。はい、じゃあ早速ね、みんなから届いたうちの〇〇を紹介していきましょう、はい。しおりさん、小学5年生です。ありがとう、ありがとう。私のいとこ、かっこ君の町ではミライロハは、字が上手で全国皇室コンクールで何度か賞を取ってるんです。すごい、ね、すごい。トロフィーとか賞状とかたくさん持ってるんですあ、なんか自分のことみたいに自慢してしまいましたごめんなさいとにかく本当に憧れちゃうんです。羨ましいな。だって、いいな。ミライロハさんすごいね。ね、いとこ同士でポップ友なんだね。すごい、なんか本の貸し借りとかもできそうで。ね、いいね。いい関係ですね、だって字が上手なことってさ、今だけじゃなくてもう今後永遠字は綺麗であったら素敵じゃない。確かにね、大人になってもね。そう、あら、字が綺麗だわって。ああ、確かに。なるじゃない？目を引きますよね。目を引くよ。憧れちゃうな。憧れの人とか、翔くんは周りにいた？憧れの人？あ、でもね、あのね、字のことで言ったら、字が僕も上手くなりたくて。お、隣のね、女の子がめちゃめちゃ字が上手かったのよ。学生の頃。そう、小学校の頃。小学校の頃。それこそ、あの習字とか、この硬筆とかも、結構綺麗に書いてる子で、そう、字が上手いなと思ってたんだけど、その子の真似をすれば上手くなるんじゃないかなと思って、あのその子ね、僕より字がちっちゃかったの。かなりちっちゃくて。普通の時の字？そう、小学校の時ってさ、あの1センチマスノートみたいなの使ってなかった。方眼紙みたいな。で、あれがこう4個に分かれてて、ちっちゃいこう線が引いててさ、四角4つで1個のマスみたいになってたのね、僕の買ってたやつは。でその女の子の字が、もう本当にその1マス分ぐらいだったの。1/4の、翔くんの4分の1の大きさってこと。そうそうそう、だからそれを真似したら上手くなるんじゃないかなってやってあのその子と隣だった時期から僕は字がすごくちっちゃくなったのね、そしたら、そのまま書いてたら今度は違う新しく隣になった女の子の字がバカでかくて、どっちになればいいんだろうなって分かんなくなった時がえ、その字の大きさで悩み始めちゃったの？その字が、字の内容は？そう、僕もね、字が上手くなりたくて。上手くなれたの？それで。その時はね、上手く見えてたんだけどね。あ、すごいじゃん。ちゃんと真似できてたんだ。そう、でもね、分かんなくなったの。次の子が大きくて、あれ、大きい方がいいのかな？いや、でもやっぱりこう字が上手いのは憧れますよ。そうね、まあ、そうだね、憧れるよね。懐かしいな。いいね、なんかさ、かわいい翔くんの話を聞けてね。でも字はね、綺麗なことは素晴らしいことですからね。いいね、いいですね、やっぱこうやってね、周りの、しかもいとこだしね、褒められたら嬉しいもんね。ありがとうね。ありがとう、はい、では続きまして、次いきますか。はい、葵さん、小学5年生です、ありがとう、ありがとう。私の周りには絵がすごく上手な友達がいます。その子はお母さんがイラストレーターで一緒に絵の勉強をしていたそうです。しかも頭がいいんですよ。羨ましくて仕方ないです。しかもその子は頭もいいし、絵もうまいし、運動神経も抜群なんです。4年連続持久走大会第1位。ああ、いいなーってすごい。小学5年生で4年連続ってことはもう2年生の時から。本当じゃん、めっちゃすごいね。すごいな。へえ、頭も良くて、こうなんか憧れ続きで。そうだね、いいですね。なんか何でもできちゃうって感じで。でもさ、何でもできるけど、この一緒に絵の勉強をしていたそうですって書いてあるから、きっとね、日々の努力があっての。あ、そうだね、確かに素敵なイラスト。しかもこの努力一個さ、何かこう知ってるとさ、何事も努力してみようって、こう次の一歩が出しやすかったりもするのかなっていう風になっちゃう。あ、そうだね、そう思うんだけど、でもさ、葵さんにとってこのお友達は目標ってことになるのかな。いいなって。あ、でもそうね、やっぱいいなって思うってことは言ってるからね、こういう風になりたいなって部分もあるのかな、かな。でももし
しかしたらそんな葵さんのことも、うんうん、この友達は葵さんいいなって思ってる部分もあるかもしれないよね、うん、そうね、うん、いや、 やっぱりね周りのみんなのね自分とは違うところとかには目がいくからね、うん、そう、もしかしたら葵さん自身も意識してないけど、うん、普通にしてるつもりだけどなんか努力してることも実はあるみたいなことも、うんうん、あ、うんうん、絶対あるよ、あるよね、うんうん、習い事とか勉強とかいろいろあると思うけどさ、うんうん、でもみんな頑張ってて偉いよ、ね、そうだね、わっちゃんも力湧いてくる、こういうの聞くと、うん、いや、しかもなんか素直にななんかいいなとかさ、うん、すごいなって思えるっていいことだなと思うんだ、本当だよ ね人のいいところ見つけられるのは素晴らしいこと、ね、いいよね、うん、素敵です、素敵です、うん、ありがとう、ありがとう、ではでは続きまして、はい、トーナさん小学6年生です、ありがとう、ありがとう、我に、うん、年子の姉かっこ M としますがいるんですけど、うん、小学校でめっちゃ有名、かっこ姉はうちの学校にいましたから、ほう、なぜなら鼓笛隊でオーディションを勝ち抜き指揮者になったのだから、それに習字と英語のできればやろうねみたいなやつを全部クリアしたのだから、うん、もうほとんどの先生は M の名を知っている、一応我の名もかなり広まっているからな、なんだって、かっこもちろんだ、習字と英語のできればやろうねを全部クリアしている、うん、姉がいなくなった今我はかなり目立てているそれではバイバイすごいパワーのあるお便りだったな、何これ、ね、新種の新種のポプトも現る、かわいい、あの口調が口調、わこちゃんみたい、ねえ、ね、ドキバスのわこちゃんのような口調で送ってもらいましたよ、ね、戦国武将とか好きだったりするのかな、我、一人称、自分のことを我っていう、ね、いいね我ってかっこいいかも、うんうん、いや、かっこいいよ、コンパクトでね、うん、このイメージに今圧倒されてるけど、何内容を、そう読みからびっくりしちゃって内容がすごいこといろいろ書いてあるのよ、鼓笛隊の指揮者が何オーディションを勝ち抜きうん、うん、指揮者になるってすごいね、お姉ちゃんね、うん、オーディションってめっちゃ緊張するもんね、いや、だって、え、だってこれ小学校の話だよね多分ね、そうだよ、オーディションあるんだ、あるんだね、本格的だね、やりたい人いっぱいいるんだ、めっちゃ緊張するでしょそんなの本番、それでも勝ち抜いて指揮者になるという、ね、相当練習してそうだよね、もうね、すごいね、どうやって練習するんだろうね、こっち期待の指揮者って、そうだね、うん、でももしかしたらね一緒に兄弟でやったってたのかもしれないよ ね、なるほどね、うんうんうん、協力し合ってとか、トーナさん自身も名が知れ渡ってる、うんうん、いうことですよ、いい、ね、相当頑張ってるね、トーナさんもね、頑張ってるよね、でも何事も頑張ってやることは素晴らしいことだからね、うんうんうん、うん、いや、このできればやろうねがあったじゃない、うんうん、できればやろうねができちゃってるのがね、すごいよね、やらなくていいやつって思って後回しにしちゃってさやらないみたいな時って結構あったけど、うんうんうん、やってんだもん、確かにね、なんだかんだ全部やってんだもん、ちゃんとトーナさんも、うんうんうん、M、お姉ちゃんもね、お姉ちゃんもね、 M ちゃんもね、そりゃ目立ちますよ、そりゃそうだね、えちゃんとやらなきゃ、わっちゃんもいいなトーナさん好きすごい好きだな、ありがとう、ね、ありがとうね、うん、ではでは、はい、しほさん小学5年生です、ありがとう、ありがとう、ハロハロー、しほハロー、おー、かわいい、かわいい、私の学校の英語の先生は外国人の女の先生と日本人の男の先生が担当しているので、その男の先生がめちゃくちゃ面白くて、この間はナスカの地上絵っていう T シャツを着てて、ナスカの地上絵って知ってる？それとかけて、うん、ナスの形の地上絵が描かれた T シャツを着てたんだよね、だって、そういうことか、なるほどね、野菜のナス、ナス科のってことはナスの仲間のってことだから、地上絵ってこと、うん、そのナスね野菜のナスの絵のシャツを着てたってことか、そういうことか、うん
あとは、地獄スーパーとか、うん、チョップとか何それ書いてあったのかな。どういうことなの。そして、うん、女の先生はすごい美人で、うん、先に男の先生が入ってきた時は、ハローイエーイみたいな感じだったんだけど、うんうん、女の先生が入ってきた時は、うん、グッドモーニングイエーイこの伸ばし棒12本ねって感じで差がありすぎて男の先生がへこんでた。だって何これ、これ喜びの差がね、あったってことかな。いやでもめちゃくちゃ楽しそう、いいな、いい先生じゃないの。小学5年生で海外のね、うん、女の先生と、ね、実際に話せるっていうのもすごくいいし、うんうんうん、でも男の先生へこんでたって言ってるけどT シャツで十分笑い取れてます。そうだね。どんくらい持ってるんだろうねこれね。いろいろ買うんだろう ね、 ね、旅行とか行ったらさあるじゃん、 T シャツコーナーみたいなところで、ね、うんうん、今度はこれにしようかなみたいなネタ仕込んでんだよきっと。それ考えると面白いね、よりちょっと可愛くない。ね、みんな大好きでしょ、ね、いやこんな英語の授業あったら僕も受けてみたいよ、ね、うん、なんか英語の授業ってそもそもがさ、うんうん、なんか他の授業とちょっと違うよね。あ、そうだね、英語の授業を自分を解放する感じがあったかも、うんうん、最初にこう歌歌ったりとか英語の歌あったね、へーっつってやつ、あ、そう、それとか、うんうん、あとなんかビートルズ、ビートルズ、そう、ビートルズっていうね海外のバンドがあるんですけど、うんうんうん、その曲とかをでやってたりしたんだ、でとかやってたんだよね、うんうん、だからすごい楽しかった、音楽の授業、うん、芸術の授業の延長線みたいな感じで。そうね、なんか座りっぱなしじゃなかったかな僕の時も。あ、なんか動いてやったりとか、うんうん、なんかちょっと質問して、うん、なんか3人ぐらいにこう話しかけに行ってとかあったかもしれない。あ、でなんか好きなフルーツ聞いて帰ってきて、うんうん、何々さんは何々が好きですみたいな言ったようなこともあった気がするな。そう、なんか本当になんかみんなでね、うん、楽しくやってみようみたいな感じだったかな。わー、英語の授業受けたい。いいね。めっちゃ受けたいよ。いや本当みんなのねこういう話を聞いてるとね、うん、僕たちもまた小学校に行きたくなるんですよね。行きたくなる、ダメかな、ね、ちょっとダメですか。誰に言ってるんだそれは。ポプ友のコネを使って、いや私たちポプ友なんで紹介してもらって、はい、みんなに。そうです、志保さんとポプ友なんで私たちもって言えば授業に。ダメかな、行きたい なんかあれじゃない、あの可愛い T シャツ買ってったらいけるかも。あ、なるほどね。そういう手があったか。ネタしこも。はい、いや、いろんなお便りがあったね。あったね。ありがとね。うん、うん、というわけでね、うん、こんな風にねみんなからまたお便りをお待ちしておりますので、うん、どんどん送ってくださいね、はい、お願いします。はい、ということでうちの〇〇のコーナーでした。君のラジオ放課後ペンギン放送局、君のベルの公式番組、君のラジオ放課後ペンギン放送局、いかがでしたか。いかがでしたか。いや今日はなんかあれだね、ほっこりしたね。そうね、冬休み終わって新しい新学期の始まり、うんうん、雪かきしてる、みんな。雪降ってる。雪降ってるよね。これからどんどん降んだもんね。だってそうだね、うん、どうなるのね、まあ、寒くなってきてるし。そう、僕の地域なんか3月くらいまでずっと雪あるからね、うん、そうだよね。そうそう、静岡も雪降るかな。私のところは年に1回降るか降らないかとかだったから。そうなんだ。そう、降ったらね外で遊ぶっていう。あ、雪が降って嬉しくて見に行くやつだ。そうそう、うんうん、みんなあるといいな。雪降ったらやっぱ嬉しいから、あったかい私たちは。ね、うん、はい、ということでですね、皆さんどんな感じだったか、うん、近況報告、うん、お待ちしておりますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。メールアドレスはですね、うん、君のアットマーク joqr.net、 kimino アットマーク joqr.net です。メールアドレスを持っていないよというポップ友のみんなはお便り用フォームから送ってね。君のベルのホームページ、君の街のトップにあるラジオのバナーからアクセスしてください。はい、
僕たち2人が話しているいつものイラストが目印です。お便りはカフェアーダコーダの君のラジオお便り用トピックスからでも OK だよ。メールアドレス、お便り用フォーム、そしてカフェアーダコーダでのお便りや僕とものみんなとのおしゃべりも楽しみにしてます。次回の配信は1月18日水曜日夜6時頃です。はい、1週間後にまたお会いしましょう。お会いしましょう。それでは君のラジオ、今日はここまで。お相手は渡田美咲と藤沢翔でした。またね。君のラジオ放課後ペンギン放送局。